ニュースマグビです。篠原涼子さん、市村正親さん夫妻が子供の運動会に出かけました。不仲説や離婚説がたびたび報じられていたお二人ですが、この日は行きも帰りも一緒。居合わせた保護者によると、帰り道篠原さんはずっとスマホに目をやっていました。道路を渡るときは市村さんが身を乗り出して車が来ないかをチェックする、安全だと分かると篠原さんに行くよと声をかけていました。市村さんがかなり気を使っている様子で、篠原さんが主導権を握っているような感じでしたとのこと。力関係が見えてくる気がしますね。ニュースマグビ。